BC3000 年、水星コアトルの化身、ダークプラズマンは、自らが惑星となる野望を抱き、突如、太陽系内に出現した。水星コアトルはいくつかの小惑星を破壊し地球に襲いかかった。未曾有の天変地異に見舞われた地球最大の帝国アルトゥカは、水星との衝突を避けるため、宇宙の誕生と再生のエネルギーを秘めた銀髄晶の持ち主プリンセスムーンの力を借りて地球の軌道を変えることに成功した。しかし破壊こそ免れたものの、重力の変動で生じた大洪水により全人類の文明は滅びた。あれから5000年、水星コアトルは太陽系の彼方に再びその不気味な姿を現していた。覚悟長き旅路の果てに、やっと巡り来たこの時、夢に見続けた青き星のあの美しさはどうだ。ダークプラズマン様、間もなく太陽系です。いよいよだな、ダークメノラ。綺麗やな、あの時と同じや。繰り返し宇宙を巡る水星の悲しい定め、暗黒の空の果てにはもう二度と戻りたくない。このコアトルのお裾を飾る我らの宝石の彩りも、あの太陽系でこそもっと美しく、もっと幸せに輝くはず。今度こそ太陽系に君臨してみせる。あの星は私のものだ。レアルビー、ビルファエメラルド、ジルパサファイア、さあ地球に転移する時がやってきたぞ。行けレアルビー、かの島に小娘どもをおびき出せ。かしこまりました。どうぞお任せを。戦いは他の星々を破壊するためにはあらず、我らの目的は太陽系で永遠に栄える惑星になり変わること、としても銀髄晶は手中に収めてみせる。誕生と再生のエネルギーを秘めた銀髄晶だ。覚悟長き旅路の果てに、やっと巡り来た
時ああ沈まれ笑われろ高鳴りよ。ああ、ここやここや。アザブ十番高校。さてと、こっからが腕の見せ所や。ルビーの赤は血よりも赤い。恨み重なる敵の急所を仕留めたら即血祭りにする。ルビーの赤はそう血よりも熱い。何も知らないあいつらまとめて騙して引っ掛けおびき寄せ罠にぶち込むなんて。このルビー様にしてみたら軽い軽いお仕事よ。さあ待ちに待った春休み、みんな元気にやってる？待ってよ、さぎちゃん。明日はいよいよ。ウキウキするね、おいしいプラン。こんなできすぎ、めったにないよ。全員一致で、即明日出発。旅と宝石、血が騒いちゃう。開発されるリゾート地ですって。でもどのガイドブックにも載ってないのよ。そこがいいんじゃない。今度は何の企みだ。ハルカさん、ウサギの話を聞いてみんなを連れてきたんだ。ナムちゃん、あら、みんな集まってどうしたの。セツナさん、でも本当に大丈夫なのか、そんなツアーで。つけた宝石はゲット。なんと宝探しのイベント付き。ちょっと興味ある。でもな、大丈夫だ。待ちはった？うわ、ぎょうさんで1235みたいな。こんにちは。こんにちは。超旅行者創立20周年記念大出血特別キャンペーンですね。ね、マモちゃん言ったといいでしょ。イエーイ。ウキウキするね、おいしいプラン。できすぎだけど、まあいいか。水着にサングラス、ソックアイランドファッション、トリトーホーセキ、血が騒いちゃう。リゾート謎の無人島、ジュエリーきら星サンゴ礁、光り物大好き私ら今時の若者、ここでビビーちゃん流したい。お宝眠る地図にもない島、神秘とロマンのかぐや島、ミステリー大好き私ら旅か。ロマンがありそうね。決まり。ほんまラッキーな人たちや。かぐや島ツアー特別限定12345689宇宙で様はこれにてパンパラパパ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 フィバー打ち止めさせてもらいます。皆さん無料。よかったね。でコンダクターさん出発は日の出さんぼ神明朝6時。うそ、春休み1日目なのよ。そんなに早く起きらんないよ。
実は、わけというか、言い伝えがあるんですわ。言い伝え？はい。月が満ちる時には船を島につけられませんねん。なんでだよ。リゾート開発から取り残されてきたんもこのためなんです。潮の満ち日と関係があるのかしら。で、夕方までになんとしても船を島につけんとあきませんねん。よし、朝寝坊厳禁。へえ、ほな、はよ帰って荷造りしてお休みください。はい。あ、皆さん、くれぐれも忘れ物はせんように。特に大事なもんはきちんと身につけて。あ、あれとか、あれとか。ほな、さいなら。気つけて、気つけて。6時ですよ、6時。忘れないでね。遅れないでね。さよなら。このレアルビー様の手にかかればこんなもんや。罠とも知らんと。さてと、船を仕立てんとな。とうとう見つけたぞ。確かにあいつはダークプラズマンの一味。とすると、誘いに乗ったあいつらの中の誰かが銀髄章を持っているに違いない。銀髄章さえ手に入れれば復活できる。5000年待ったのはこの私、ルーフメロンも同じこと。どうやらやってきたいようだ。海賊に身をやっつけ、波を利き風に紛れて、息潜め張り込み続けた5000年、この日のために。地球深く眠る仲間たちよ、目覚める時が来た。もうすぐだ、我が世に辿る地球人たちよ。島なこで狙うプラズマ、コアソルの計画は読めた。月を月横取りしよう。深く眠る全人類よ、目覚める時が来たよ。海にいる間にやっちまえ。海こそ海賊のテリトリー。海こそ海賊の戦場だ。よいか、ケルン、サーペン、クラーケン、ハモネだ。はっ、奴らは船で出かける。海の上こそルーフトライアングルの上、我らにチャンス。はハモるなら綺麗に。はっ、もう一度言う。海の上こそルーフトライアングルの上、我らにチャンス。はやらないのか。もう一度言う。分かっております、我らにお任せを。地中に眠る全人類たちのために。必ず。
まるで違うわね。本当。もうお昼よ。あれ、うさぎちゃんは？あと5分寝かせて。呆れた。また寝てる。まあまあ、遅刻しなかっただけでもよしとしとこ。うさぎちゃんが遅刻しないか心配でほとんど眠れなかったわ。私も。まあそのおかげで大きな流れ星3つも見たけどね。一つはすごく汚かった。うわぁ、なになに、もう食べられない。失礼しました。どういたしまして。流れ星ってさ、星のかけらだろ。この頃よく見るわ、うん、今年は大きな流星群の当たり年なのよ。そっか。なんか用ですか？なんでつけ回すんですか？つけ回すだなんて、お客様の安全を見守っていただけで。では、良い船旅を。なんか怪しいんだよな。うわぁ、なになに、どうしたの、この世の終わり。何寝ぼけてんだよ。お目覚めですか？私、寝てた。しっかり。そう、がっかり。じゃああれも夢か。夢？どんな夢？宝石の山を見つけたの。ルビー、ダイヤ、サファイア、もういっぱい。すごいじゃない。かもね、宝石ね。どうしたの？そんなにいいかな、宝石が。マモちゃんが一番よ。10倍も100倍も1000倍も愛してるもん。けど。けど？だって。愛は尊いわ、宝石よりも。生きてるだけなら可愛い、可愛い。だけど目の前にルビー、ダイヤ、サファイア捧げられたら、心はグラグラ。多分、いや絶対宝石に飛びつくわ。あんた、愛を捨てても。愛も欲しいけど宝石もいい。両方手に入れてハッピーハッピー。そんな人生を探す旅がこれよ。ついて回るのよ、ロマンスとジュエリー。だから指輪が愛の誓いの証。そうか、そうだったのか。そうですよ、宝石は愛の証。はい。身につけてると幸運をもたらしてくれる。宝探してゲットした宝石は皆さんのもんよ。ご強さん、見つけてください。私の誕生石サファイア、グラブルーが頭に効くのよ。お守りにするならターコイズ、身につけてると頼れるボディーガード。10月はオパール、小さな宇宙。いろんな色ひしめいて燃えていく。私の誕生石もちろん真珠、愛と正義の月の涙だよ。宝石の王様ダイヤモンド、海の水抱いた愛の怖がり。僕と私の炎の鐘と闇に輝いて迷いを導く。サファイア、ターコイズ、オパール、パール、ダイヤモンド、アクアマリン、ガーネット、ペリドット、石のパワーはそれぞれ素敵。何でもいいわ、宝石ならね、つけて祈れば願いが叶う。何でも欲しい宝石ならば、ガンガン掘ろう宝石の島、かぐや島。この船の人だってさ、
絶対ブラシペチだよな。みんなちょっと聞いてくれ。さあガンガン掘りましょうね。話を聞けってば。影島の宝石だけど、はい、どうしてそんなにいっぱいあるの？ヒントはツアーの名前にあるんです。かぐや島ツアーでしょ。はい、この船が向かってる先はあのかぐや姫の伝説の島なんです。かぐや姫ってあのかぐや姫？せや、すごいな。かぐや姫ゆんは月のお姫様でしたやろ。遠い昔には月と地球を行き来するんはごつ簡単にできたんですわ。で、月のお姫様は地球の王子に恋をした。いやいや、私たちみたい。もしもし。あ、うん、それで二人はどうなったの？何でも地球の王子を危機から救うため、月のお姫様は宇宙の掟に背いてしもた。言い伝えではかぐや姫はその罪によって宇宙の彼方に飛ばされて、哀れ空の木屑と消えてしまったのでございます。かわいそすぎる。はい、儚いロマンスだわ。で、せめてもの片身にと姫は別れの涙を宝石に変えて王子に残した。そして王子はこの宝石がいつか必ずかぐや姫を呼び戻してくれると信じ、人目に触れない遠い島に隠してしまったのでございます。その宝石が今もどこかに眠っている。と、こういうわけですわ。よし、かぐや姫の叶わなかった恋のためにも頑張るわよ。よしゃ。残された宝石を見つけた時、二人の思いも空の果てで成就する。片思い長いからな。ま、そんな伝説の島です。大いにお楽しみください。コンダクターさん、ちょっと。ほな、ちょっと失礼します。やっぱ来てよかった。ねえ、今の話って私たちのことみたいだね。うさ、みんなもちょっと潜水戻らないか。ちょっといいでしょ。なんだか、いや、なんだか見張られてる気がするんだ。考えすぎよ。みんな掃除好きのいい人じゃない。そうだ、潜水戻って宝探しのプランを立てよう。それだった。私、島の地図もらってきたわ。さすがあんちゃん、クッキー焼いてきたぜ。邪魔だよ、ブラシペチ。クッキー焼いてきたぜ。レッツゴーって何なのさ。何なのさ、無茶な天気。え、お前もな。お前は生まれたての小鹿か。しかし本当かよ。あいつらの中にさ、銀髄章を持ってるやつがいるってのはまた生まれたのか。何をグズグズしている。ルーフメロ様、もうすぐ我らの領域ルーフトライアングルに入ると。しかしあいつらの誰が銀髄章の持ち主かわからないんです。だから変身させるのだ。は？あいつらの誰かがプリンセスムーン、よいか、島に上陸させればダークプラズマの思うツボだ。その前に銀髄章を奪い取れ。はっ。かぐや島の力が彼女たちのパワーを封じ込めてしまう前、今がチャンス。風よ集まれ、波よ散れ、風よ暴れろ、海よ逆まけ。みんなしっかりするんだ。何かに捕まれ。大丈夫だ。あんなにいい天気だったのに。さっきの状態は安定していたはずよ。陽気がする。どこに？嵐の外から。じゃあこいつは海の中からもよ。気をつけろ。
後に持つ死亡の戦士セーラーウラヌス、冥王星を死後に持つ変革の戦士セーラープルート、星を死後に持つ破滅と誕生の戦士セーラーサタン、外部太陽系我ら4戦士誕生、バルドシェイキン。Thank you.
ったくもう、あっ、食べに来た。みんな大丈夫？ひどいやらしだった。もう一体あの化け物は何だったの？みんな、怪我は？怪我よりもこの姿。くそ、変身が解けてる。私たちのパワーが封じ込められてしまったみたい。そんな。待って、感じる、この島に漂うただならぬ邪気。ねえ、一人足りない。ふざけな。助けて、気持ち悪いよ。たく、世話やかせんなよ。助かった、ありがとう。何か来る。どうやって帰るんですか？ご安心ください、救助の SOS は打ちましたから。遅いのよ。そう怒らんと、迎えは来るさて。1秒でも早く。口の減らない小娘だ。今なんか言う。とにかく気分を変えて宝探しツアー始めましょう。その前に例のお願い。はいはい、はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。それでは当社恒例歓迎の歌に乗せまして、アトラクション宝探しを始めさせていただきます。ミュージック。ウェルカムウェルカム、ようこそ島へ。海のパラダイス、かぐや島へ。ウェルカムウェルカム、ようこそ島へ。みんなみのユートピア、かぐや島へ。はれはれひれはれ、ゲルパルハ。守るとかいう青年も私を疑ってくるし、うん、挙句に予期しないあの嵐。誰かが仕組んだに違いないんやが、一体誰が。他にも銀髄師を狙ってる者がいるということか。油断したらあかんで。やっとこの島に戻ってこれたんや。はあ、やっとね。ああ、この空気懐かしいな。ほんまや。
気の遠くなるような長い時間。どないなったんやろ。決して忘れたことはない、悲しいあの出来事。大丈夫だ。大丈夫だ。ウサ、もう戻らないか。やだ、宝石見つかるまで戻らない。こんな洞窟にないってば。気配を感じるの。宝石が私を呼んでいる。ウサ、お前に霊感があるはずがないだろ。やだやだやだ、こうなったら絶対見つけてやる。しかし、どこまで続いてるんだこの洞窟。敵は？あれ？あの光は何？怪しい光だ。近寄らない方が。大丈夫だ。あ、マモちゃん、これ宝石じゃない？まさか。絶対そうだよ。あ、ここにも。これ本物かしら？こんなにいっぱいだとイミテーションに見えてくる。うさ、もう外に出よう。うん。なんだか気味が悪いんだ。奥で誰かがじーっとこっちを見てる気がする。また？船でも同じこと言ってたじゃない。とにかく出るぞ。あっ、まあいっか、みんなに教えてあげよう。待ってよ、マモちゃん、マモちゃん。さあ、月は28日周期で地球の周りを回ってるだろ。で、その昔、地球も月と同じ動きをしていたって話、知ってるか？知らない。そんな説があるんだよ。じゃあ、ここで問題。問題？
その頃一月は28日で、1年は13ヶ月でした。さあ、全部で何日だ？電卓364日。そうよ。あれ？でも今より1日足りない。うん。何かの原因で地球の軌道が1日分多くずれたんだな。氷河期の到来とか大洪水とかは、そのショックで起きた大変じゃないかって言われてるんだ。へえ、マモちゃんって物知り。それほどでもないけど。ウサ、遠い昔、地球と月に何があったんだろうな。ねえマモちゃん、月と地球ってそんなに昔から深いつながりがあったんだね。マモちゃん、私たちって、僕とウサの心は一日だってずれちゃいないよな。うん、ずっとずっと一緒だよ。輝く君の瞳は宝石よりまばゆい、その目で見つめられたら世界中イチコロさ。それって愛してると同じ意味よね。うっとりしてくるのよ褒められると。だって霞むよ君の魅力の前じゃ。でっかいダイヤモンドさえただの引き立て役さ。聞かせてもっともっと嬉しいお言葉、気分はお姫様よ、あなただけの。 Why don't you kiss me? Baby, come to me. Love you, only you. Hear me, only me. You are my jewelry. You are my jewelry.危ない！ちょっと、せっかくいいとこだったのに何なのよ。ヘレン、ウサギお久しぶり。あんた、また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 突然のチピウサよ。帰れと言われてもダメよ、帰らない。今度という今度は紛れ頭きた。絶対本気で家出して、お母さんの言いなりになる子がいい子でも
状況じゃないの。やだ、絶対帰らない。もうストップ。で、ちびうさん、なんでお母さんと喧嘩したんだ。だって、叱ってばかりいるんだもん。それはあんたを立派なプリンセスにするために。じゃあ、ウサギ、一日中勉強できる？え、漫画もゲームも全部取り上げられてさ。全部？ま、わからないでもないでしょ。しかも、朝寝坊もさせてもらえないんだよ。それはひどい。でしょ？でしょ？一緒言ってろ。どうしたんだ、ちびうさん。にゃーにゃーにゃー、返してほしいって。え、にゃーにゃー、うさぎが拾った宝石だって。宝石？にゃーにゃー、とっても大事なお守りなんだって。にゃーにゃー、何言ってんのよ。猫がそんなこと言うはずないでしょ。だってほら、ちびうさん、何言ってんの。にゃー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 、盗むと思ってるの。もうやめなさい。似たもん同士なんだから。あ、いた。もう探したのよ。迷子の子猫ちゃんじゃないんだから。迷子の子猫、あれ、さっきの子猫はいなくなったよ。あ、ちびうさちゃん。はい。なんでここに。家出した。見つけたぞ。さあ渡してもらおうか。おとなしく渡せ渡せ。さもなくば、この剣よくできてる、本物みたい。お兄さんたちも旅行会社の人。シャカシア迫力ある。まるでテーマパークみたい。なので今度は何のアトラクション。やって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 やを秘めた彗星のブルー、この一振りで静寂を切る。はっ、宇宙の果てより5000年の時を経て舞い戻ってきた我ら彗星コアトルの化身、銀髄将、お前たちに私はしないぞ。何？5000年待ち望んだのは我らの同じ。同じならば力ずくで奪ってみせる。一体どうなってるの。逃げるんだ。銀河をめぐるスペースナイト。青き地球の平和を。
さない何を往年離れていてもこの目のセンサーに狂いなし Time and space 預かって Space and time I do justice 手前が死を狙うものか、それとも海賊どもの一味か、どちらものだ。大丈夫か？あ、女の身で無茶はしないことだ。掴み取れるほどの距離にあり
目指すものは、ただ一つ銀髄書のみ。お前はプリンセスムーン、どうしてここに。